当編に描かれた踊りで、チェシュメあり、イラン、紀元前五千年頃に存在する。イランの歴史上の舞踊について、最も初期に研究されたものは、おうしを蜘物にした、ミトラ教の崇拝での舞踊であった。この宗教は後に、ローマ帝国にも広まっており、その踊りは日常生活に活力をもたらすための、ものであった。また、 ギリシャの歴史家のハリカルナッソスのヘロドトスの作品の歴史第9巻が紀元前478年までのアジアの諸帝国とペルシャ戦争の歴史を記述しており、その中で古代ペルシャの踊りについての優位な研究がなされている。古代ペルシャは最初にギリシア人、その後はアラブ人そしてモンゴルといった諸外国による占領を経て政治不安と内戦が起こっていった。 これらの変化を通じて、伝統的なダンスの伝統はゆっくりと消滅していった。ペルシャ帝国が崩壊、分裂していった後、新しい征服者に奴隷にされた、イランの女性と少女たちはしばしば奴隷にされ、新しい支配者にエロティックな踊りを求められた。イランにおいて、イスラムの普及に伴ってその協議によって、踊りは禁止されていたが、一方で長年にわたり、 禁止が緩んできていた面もあったが、1979年のイラン革命以後、男女が混ざり合って、頻繁に踊ることはもはや許されなかった。1979年のイラン革命で、踊りやバレエ芸術はイランでは終焉を迎えた。イランの文化革命の原則によれば、踊りは邪悪なもので、滞在で不道徳で堕落しているとみなされた。イランの国立バレエ団は解散し、 才能のあるペルシャの踊り手の多くは欧米へ移住し、新世代の踊り手が、ディアスポラの地で成長してきている。ペルシャの舞踊には4つのカテゴリーがある。複数人での踊りソロの即興舞踊戦争、戦闘の踊り儀式、精神的な舞踊結婚式や、ノールーズの祝いのような集まりの機会に踊られる、現代的な社会的な踊りや都会での踊りは、 共同体の序列に従った理話になって踊るものだけでなく、個人の即興的な形態に焦点を当て、各踊り手自身が独自に音楽を解釈し、時には他の踊りの様式や要素を融合させて踊っている。複数人での踊りは、複数の踊り手で踊るもので、その踊りに関わる地域名や部族名から踊りに名前が付けられている。ソロの即興舞踊には、 サファビー長やガージャール朝の宮廷舞踊を再構成したものも含む。これらは即興的に踊られることが多く、手首で輪を描くような手と腕の繊細で優雅な動きを用いる。戦争、戦闘の踊りは戦いの様を模したものあるいは戦士の訓練の一助としたものである。ズールハーネの儀式とレスリングの訓練の動作はラグスイーパスカルと呼ばれ、 踊りの一つとして知られており、格闘技ともみなすことができる。儀式、精神的な舞踊は、サマーウやズイクルで知られるスーフィズムとして見られる。イランやその周辺地域では、癒しの実践のために、防芽状態で踊る、様々な種類の踊りがある。音楽や動作、防芽を含む一つの癒しの儀式として、ルビー・グアチと呼ばれる、イラン東部のバルーチスターンでの儀式があり、 持ち主の魂を取り除くために行われ、エクソシスムと同様の状態が現れる。バルーチスターンには、ゴワチという言葉があり、音楽を癒しに用いて、精神的な病から回復した患者を指す。ゲシュム島などのイラン南岸地域には、風によるとされる、同様の憑依現象があり、アフリカ、特にエチオピア帝国やエチオピア地域の影響を受けている、ものと考えられている。 アラビア語起源の耳を傾けるという意味のサマーウという言葉は音楽を聴き、神聖との合一を目指す精神的な修練を指し、トルコ語ではセマと綴られる。サマーウやズイクル等の修行を率いるスーフィズムの修道像をダルビーシュと呼ぶ。以下はイランにおける様々な民族グループによる古代と現代のペルシャ舞踊のリストである。以下のリストは 様々な踊りの様式に関する現代及び歴史的なペルシャの踊り手や振付家のリスト。ありがとうございます。